容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。彼は先祖の聖地であるブラックウッドで進められることになっていたロッジの建設計画に反対していました。 S I S T 妹？誰の妹か聞いて。ジョッシュ、相手は多分。どっちのことだよ。逃げろ。本当は。アシュリー。おい。なんだ。はい、どうも、プレモス協会でございます。じゃあ、ジェスを探していきますかね。さあ、ここ非常に大事です。全員生存ではもうここから生存が分岐していきますので、しっかりやっていきましょう。ジェス、はい、失敗したらね、速攻 PS ボタンを押して終了しましょう。近道を使います。失敗するとダメっぽいですよ、皆様気をつけてくださいね。はい、アペケ、はいはい、一緒のマークはね、多分ね出ないと思います。基本的にはね、前回と一緒のボタンね、はい、1個前と一緒のボタンは押すことはないと思います。極力短距離で行く。はい、それを心がけてください。短距離リポートをね、はい、わお、セクシーベイビージェス、そりゃ寒いな、肝心なとか見えないね。誰が連れて行ったんだ。はい、飛び降りる。おい、マジかよ、やばいやばい、クソクソクソ。はい、オッケー、セーフでしたね。はい、また続きますよ。はい、四角でけ、はい、来ましたね。はい、三角、さあ飛ぶに決まってます。はい、えい、はいはい、オッケー。さあ、もちろん滑り降りよう。あーくそ、そんなダメだダメだ。はい、急いで。はい、大丈夫でしたね。ほら、行くんだ、頑張れマイク、頑張れマイク、頑張れマイク。よし、来た。はい、じゃあ取りましょう。くそ、マジか、くそ、くそ。おそらくこの時点でセーフです。ジェシカ、ジェス、さあジェスを探しましょう。ジェス、今行け。まあこの矢印がありますんで、このまま降りちゃいましょう。エレベーターって書いてますね。さあ、ジェスちゃん。さあ。ジェスカー！で、行くのは奥なんですけど、ここをちょっと左の方に行ったら、あれどこだったかな？あ、ここだ、ここだ。なんで見つかんなかった、これ。はい。これですね、はい。オオカミとマイク、導きですね。はい、じゃあ行きましょう。なんで見つかんなかった、光ってくれよ、ちょっと。じゃあ行きます。助けてマイク、ジェス、ジェス、
ジェス。お、音楽聞こえてる。そんな、あ、お、嘘だ。大丈夫、生きてる。ジェシカ、落ちてきてないから大丈夫。上から落ちてきてたらアウトです。そんな、ジェス、ジェス、大丈夫か。助けて。もちろんだよ。ちょっとだけ見ててもいいかな。擦り傷多いけど、擦り傷多いけど、ちょっとだけ見てていいかな。はい、じゃあ助けましょう。あらー、ジェシカー。なんなんだよ。はい、ここに見てるやつがいる。はい、ドン。今の暗転は何もありません。シーンチェンジですね、おそらくね。はい、さあ、それでは急ぎましょうか。はい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 、 OK です。さあ、どうしましょう。飛びますか。大丈夫、大丈夫。はい、どう、頑張れマイク。はい、あぶれ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 。はい、さあ、いけるか。いけるのかマイク。ジャンプだ、ピョンと行けばいける。 OK。さあ、撃てるのか。撃たないのかい。やつだ。撃てるか。よく狙え。マイク、よく狙って脳天ぶち込むんだ。はい。ダメだ。おい、クソ、なんだよこの役立たず。頭切れでしたね。やばい、急がないと。やばい、滑り込まないと。滑り込まないと。オーケー。やりましたね。はい、まあこれ滑り込めなくてもいけますけど、滑り込んだ方が多分いいと思います。これが療養所かもね。あ、人が行ってますね。はい、というわけでクリスに変わりましたね。アシュリーとクリス殴られた後ですね、あのスリップノットかプレデターみたいなやつに。アシュリー、さあアシュリーを探しに行きましょう。アシュリー、光ってますね。はい、アシュリー、ティッシュですかね。やばい、もしくはやばいよこれ、月一のものですかね。はい、持っていきましょう。オーケー、オッケー。まあ出るしかないよね。出れんのかな。なんなんだよ。やだー。はい、痕跡が。あ、くそ、まずい、はい、やばい、血がついてるね。こいつはやべえ。さあ、ドア開いてますよ。行きましょう。まあとりあえずアシュリーをね、はい、追いかけていかないといけないです。
もう、この章ね、第4章第3章でしたっけ、3章ですね。4章ですね。こっからですね、急展開していきます。はい。ですので、まあもう今までの平和なアンティルドーンではなく、リアルに暗転するドーンになってきます。なんかありますね、ここの方ね。何なんだ。はい、何なんだと。誰がこんな。カカシですね。で、これ心理テストによります。ゾンビ選んでたらゾンビに多分なると思うし、もう一個何でしたピエロやったらピエロになってると思いますね。まあ自分が選んだ怖いと思うものがこういうところに反映されてたりとか。はい。豚ですね。目が悲しそうですね。で、ですね。ここにトーテムかな。はい。取りましょう。はい。チラッと。誰かが捕まっている。死のトーテムですね。自分に起こりうる可能性のある死ですね。でですね、ここでなんですけども、まあ、トーテムには、まあいいか。よしとして、これもいいかな。バタフライエフェクトはいいかな。先ほど見た豚さんいましたね。その豚さんなんですけど、どこで書いてあったかな？あ、これ。はい。これですね。俺は、奴を捕まえ、豚のように、皮膚を裂いて、血みどろにしてやるって書いてますね。ですね。豚がね、かわいそうなことになってます。はい。おそらく、この殺人鬼、なり復讐鬼が、やってることだと思いますね。この豚に関しては。はい。この豚のようにしてやるぞ、この豚野郎ども、みたいな感じかもしれませんね。それでは先に進みましょう。アシュリー。はい。アシュリーはどこに行ったんだ。アシュリー。あ、血の跡だ。アシュリー。血の跡がある。アシュリー。これね、ついて行った方がいいのかな。行くしかないですよね。はい。じゃあ進みましょう。アシュリー。この建物ね。はい。さあ、それでは入りますか。で、ここもですね。聞こえますね、アシュリーの声が。はい、何なんだクソ。そう、今落ちたこれに近づくとね、ドーンって落ちてきますね。これ近づくとね、ドッキリ要素です。ここにいる君は。ちょっとお話聞きましょうか。ちゃんと大丈夫。何があったんだよ。お願い助けて。今行くから話し続けて。何があったんだ。鉄に縛られたの。動けないの。必ず助け出すから心配しないで。怖くてたまらないよクリス。急いでお願い。まあいるんですけどね。そこなんですけどね。クリスはわんぱくでユーモラスですんで待ってます。戻ってくる前に早く助けて。戻ってこないでしょあいつは。戻ってくるのかな。いや戻ってこないと思うんですけどね。じゃあ行きますか。はい。近づくと自動的に始まりますんでね。会話がちゃんと聞けなくなります。クリス、あなたなの。ようこそ。諸君の参加を感謝するぞ。目を覚まして。今夜はちょっとした実験を行おうと思う。軽いテストだ。この実験には2人の実験台による協力が不可欠となる。ジョッシュにアシュ。なんだろ。あともう一人の勇敢な参加者にあるものを託す。生きるか死ぬかを選ぶ運命の決断。そうみたいになってきましたね。おい、殺せ！お母さんたちを助けて！俺を殺せよ、この殺人鬼！そう騒ぐな、諸君。難しいことじゃない。では、クリス。君の前にはレバーが置かれている。君はただ、救いたい方を選ぶだけでいい。やめて。お願い、こんなのありえない。そう、こんなことになるなんて絶対おかしい！オーケー、オーケー、オーケー。抜け出せるはずだ。くそ。
さあ、おい、クリス。お願いよ、よく考えるんだ。クリス、私を見殺しにしないで。ちょ待ってくれ、その頭が真っ白だ、そのくそ。はい、じゃあここではアシュリーを選びましょう。でないと後々大変なことになりますんでね。まあクリスが死んじゃいます、ここでアシュリーを救わないと。ですのでアシュリーを絶対救いましょう。アシュリー絶対助けるよ、死なせるもんか。ダメだ、よかった、よかった、やめろ。こんなの正気じゃない、どうかしてるよ。うー、これもレバーね、最終レバーですかね。それが言って夢だって言って、僕はどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。俺たちは親友だろう、頼む、こんな死に方はごめんだ。あ、両方とも命乞い、俺が友達失格だったのは奴に殺させないで、いろいろと精神的にやられてたんだ。でも今は治ってきてる、本当だ。それでは行きましょうか。はい、そう、嘘だろクリス、足を救われたことにしたいんだろう。ダメだ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 、違う違う、友達だったんじゃないのかよ。俺はそう思ってたのに、見殺しにするなんて、正気じゃない、そんな。あー、ジョッシュー、やめろ、こんなのあんまり何をしたんだ。やべー、アンテドアンテドダメだダメだ、見るな、アシュリー、見ない。何があったの、ジョッシュは無事だと言って、お願いだから。はあ、まあ、無事とは言えない状況ですね。アシュリー、下ろしてやる。さてもう、さあ、僕が下ろしてやるから、ほら、ここを早く出よう。いやここを出ないと、いいか。ジョッシュ、死んじゃった。クリス、アシュリー、血、それって誰の血なの。アシュリー、大丈夫か。クリス、何があったの。ジョッシュがどうした。おい、死んだ、僕たちの目の前で。一体どういうこと。殺人鬼がいて。殺人鬼、嘘でしょ、早く逃げないと。もう何が起きてんだよ。殺人鬼がいて、それにノコギリがあって、ジョッシュかアシュリーよって頭が真っ白だった。二つに切られて、いろんなものが吹き出して。え、何それ、どういうことなの。僕が殺したんだ、全部僕のせいだ、僕のせいなんだ。マット、ちょっとこんなのおかしいよ、助けを呼びに行こう。真っ二つに、俺たちで解決しよう。僕はどうしたらいいのか分からないよ。マット、早く助けを呼ばなきゃ。もう何が何だか僕には。エミリー、他のみんなを探した方が。マイクとジェスはお楽しみ中だし、サムは行方不明。少なくともロッジ、サムは行方不明ではないよ。もういいわ、サムはプロでしょ。でも殺人鬼が走り回ってたら助けも呼ぶってことでいい。じっと待つんじゃなくて。でももし、ごちゃごちゃ言ってないで行くわよ。マットはいつもこんな役やな。ごちゃごちゃ言ってないでもって言われちゃってるね。というわけでね、まあ、なんやかんやと結局別行動か。クリスとアシュリーはロッジに戻るか。うわぁ、グロくなって頭にノコギリ刺さってる。どうかな、だいぶ盛り上がってきたのではないかな。君の思った通りに進んでいるかい。はい、どうですか、順調だよ、そんなことはない。まあこの辺に関しては、まあ意味あんのかな。まあ順調だよにしましょうか。うん、そうか、彼らが受けるべき仕打ちを受けているということかね。怒られた。あなたは何者だ。君を助けたいんだ。君がしているこのゲームは君にとって決してメリットのあるものではない、誰にとっても。それにこのやり方では君の誠実さが感じられない。はい、というわけで協会でございました。次回交渉です。
な手の込んだことを己の自己満足のためだけに続けるつもりなのか。すごく怖くなってきた。続けたいんでしょうか。私の存在を疑っているのかね。あなたは存在しない。あなたは本物だ。あなたは存在しないにしましょうか。ちょっとおかしいですもんね、風景がね。これが全ての問題の核心だ。もはや区別がつかないのではないかね。そうだろう。はい、レパテモス教会でございました。次回交渉です。